はい、皆さんこんにちは。ニュース解説久々にやりたいと思います。今日のテーマは東京107人コロナ感染確認報道の真意というテーマです。これ昨日の毎日新聞なんですけれども、東京107人感染確認したと、2ヶ月ぶり100人超えという記事なわけです。メディアテラシーのある方はこの報道の真意、何のために報道してるのかって読み解くのはもう簡単だと思います。もうそのまんまコロナウイルスが新型コロナウイルスがいかに怖いかという危険を煽ってるわけですね。不安を煽って、それだけです。だから今日はメディアテラシーある方はもうつまらないと思います。それでも私がなぜこの、初めて、今年初となる久々の会をやるのかといえば、あまりこの4ヶ月も5ヶ月も騒ぎすぎだからですよね。新型コロナをあまりに馬鹿げてる、一言で言って言えば詐欺ですよね。民衆を監視弾圧するための、その端的な、要素を一つ挙げれば、今で亡くなってる方は1000人、約1000人なのに毎年インフルエンザで1万人死んでるんですよね。この事実を挙げるだけでも十分だと思います。さて、なぜ2ヶ月ぶりに100人を突破したか。理由は簡単ですね。PCR 検査を拡大したからですね。つまりコロナ感染者っていうのは PCR 検査陽性の人を指してるだけなんですね。パパイヤでもヤギでも 綿棒でも、陽性になる検査ですから、もともとキャリー・マリス開発した人が感染症の検査には使うなと言ってるわけですから。 Facebook に聡明な記事を書いていた方がいらっしゃいます。吉野俊明さんという歯医者さんの方ですね。こちらご覧ください。東京都の検査陽性者数、こういうふうになってます。4月5月非常に多かったわけです。で、最近少し増えて100人超えたと。で、もう一つこちらをご覧ください。東京都の PCR 検査人数、4月5月は非常に少ないんですよね。で、ここに来て一気に増えた。半ば強制的に PCR 検査を受けさせている、どんどん実施するところを拡大したからなんですね。これには非常にインセンティブも伴ってと、歯医者さんでも PCR 検査できるようになりましたから、この人詳しいんでしょうね。新宿では PCR 検査陽性が1回出ると10万円もらえると、現金がポロポロ落ちてくる音がしますね。そしてそのホストの方、被験者ですね、被験者の方も陽性が出ると当たりということで10万円もらえるわけですね。こういうことをやってるから、増えてるということなんです。これがマスコミの報道ですけれども、インディーメディア、いわゆる独立系のメディアっていうのはどうなんでしょうか。これ7月1日の日刊現代の一面ですね。市中感染拡大放置って、小池百合子を叩いてるわけですね。夜の街、私じゃなくて悪いのは、逆に読んでましたね。悪いのは私じゃなくて夜の街、放置してほしいですよね。こんなガタガタ騒ぐなと。これが3ページ目で、具体的に記事が、文字がいっぱい書いてあるんですけれども、この記事の内容は感染者数が非常に拡大したんだからアラートを出すべきだっていう話なんですね。従来小池さんはこの休業を要請する目安というのを3つ定めておりまして、新規感染者50人以上ですか、感染不明経路割合50%以上など並べてるんですけれども、それも満たしてるじゃないかと、2つ以上満たしてるじゃないか、なんでやらないんだっていう批判なんですね。そしてこの評論家の話を出して、PCR 検査実施は陽性患者急増につながって医療体制が崩壊するからと、やる気がないんだと、党を批判してるわけですね。小池行政を批判してるんですね。もっと PCR 検査すべきなのにと。全く国民経済、都民の生活を苦しめるような、首を絞めるような首相ですよね。小池百合子よりもっと過激なわけです。もっと国際カルトに従順だと言えると思います。そして、もう一つこちら東京スポーツ、これも
インディーメディアと、思われている媒体の一つでありますけれども、これ憶測呼ぶ小池都知事の60代に乗せる宇都宮陣営は数が操作されているのかという記事です。これ1日に東京都で67人が感染したんですけれども、その際記者会見で小池百合子が60人台に乗せたいと聞いているっていう発言をしたんですね。私これ見出しとリードだけ読んで、水増しする30人か40人ぐらいだったのを60人台に乗せるっていう、まあ、やっぱりって思ったんですけど、読んでみると逆なんですね。もっと多いんじゃないか、もっと多いのに小さく見積もって過小評価させると、過小評価するという内容なんですよ。それで批判してるんですね。つまりもっと検査をと言ってる記事なんです、これは。で、宇都宮陣営はこの60人台に乗せる発言を、問題視しまして、公開質問状を提出しました。そして海渡雄一弁護士なんか怒ってるわけですけれども、それでこの宇都宮陣営の関係者の団としてこの末文に出てくるんですけれども、発表されているより実際の感染者の数はどれだけ多いのだろうかと疑問を呈したと言ってるんですね。つまり多ければ多いほど、また都市封鎖的なことをあらゆる自粛要請っていうのも、する契機にする口実になるわけですね。それを促進したいのはこのメディアの野党側、インディーメディアの意見なんですね。皆さんどう思いますか？つまり私はインディーメディアっていうのは基本的に、補完勢力ですね。政治で言えば維新みたいなもんですね。みんなの党みたいなもんですね、かつての。もっとお尻を叩いて、現政権に国際カルトのアジェンダを忠実に実行させる、いつでも俺たちがノロノロしてると取って代わるぞっていう脅しをかけてるわけですね。まあ、じゃあその数字を水増しして、怖さを演出してお茶の間に伝えて何がやりたいのかというところがだんだん見えてきています、これも昨日今日のニュースなんですけれども、一つはこの ETC 化ですね。 ETC 専用にする高速道路を現金廃止するという報道です、その検討に入りましたという記事であります。これは人の移動を制限するということですよね。まあ、新幹線なら、切符で乗っても、ネットで買っても大体通席は可能なんですね。以前都市伝説でやってたそうですけれども、東京で、容疑者が切符を買って博多に逃げたんだけれども、それ券売機の中にカメラがあって、黒い部分シールドありますよね。あそこにカメラが仕掛けてあって見てると、で実際道路はどうかって言って、道路はまだザルな部分が多いわけですね。それを徹底管理して、これから始まる弾圧に備えて、もうどこにでも逃げ隠れできないようにしようというアイデアだと思ってます。で、もう一つ取り上げます。コロナ関連法一括改正検討、休業検疫拒否に罰則。これなんか怖くないですか？これは、一応改正新型コロナ特措法で、検疫ですとかその自粛要請、休業要請に従えっていうことを、明文化してたんですけれども、罰則規定がなかったんですね。そこに罰則を盛り込もうということです。そして恐ろしいのは、その休業要請、検疫に加えてそのワクチン接種も入ってるんですね。で、この本文だけ読むと、罰則がかかるのは前者の2つだけなのか、それともそのワクチン接種もかかるのか、曖昧なんですね。この辺一体どうなっているのか、非常に恐ろしい部分があります。いずれにしても全部そんなことを強制させちゃダメですよね。罰則なんて論外だと思います。で、今回の2つの事件で私思ったまた再確認したのは、この民主主義の不自由さですね。私民主主義について書いてきたんですけれども、民主主義
て、いわゆる民主主義っていうのは政治制度的に言えば普通選挙法のことです。普通選挙法のもどかしさっていうのをまた改めて確認した次第です。っていうのはこれらの施策、今どうやって止めますか。選挙もないですよね。4年に1回しかない。参議院は3年に1回、まあ、で今回都知事選挙をやってますけれども、こういうことに反対してる候補者いますか。主要5候補の中じゃゼロですよね。で22人全員見たって明確にこう否定してるのはあの平塚正幸さんぐらいですよね。でこのいわゆる民主主義っていうのはその4年に1回小学校の体育館で鉛筆で名前を書くことによっても自分たちが政治を支配してると思わせるために私はあると思ってます。で、それ以外の政治行動を取り上げたっていうのが真相だと思ってます。1925年に普通選挙が帝国議会通った時一緒に通った法案があります。それが治安維持法です。つまりその小学校の体育館で名前を書く政治行動以外の行動を全て没収する、取り上げるっていうのが民主主義の正体だと思ってます。これもう止めようがないですよね、事実上。まあ私も頑張って記事いっぱい書くと思いますし、あの国会の前にもあの抗議に行くと思いますけれども、そういうことで止まった経験っていうのは我々一回もしてないわけです。